ウィンブライトは日本の競争馬主な勝ち倉は2017年のスプリングステークス、福島記念、2018年2019年の中山記念、2019年の中山金牌、クイーンエリザベス二世カップ、香港カップ。中山競馬場では10戦5勝2着2回と構想していることから中山号車と呼ばれることもある。2014年5月12日。 北海道ニーカップ町のコスモビューファームで誕生。一口場主法人、ウィンレーシングクラブから総額3200万円で募集された。ミホ、畑山義弘9社に入球。デビューから販路で高度計を記録し、人営の期待は高かった。6月26日の新馬戦で、姉ウィンファビラスの主戦も務める松岡正会とのコンビでデビュー。しかし、 直線で伸びをかき、6着に沈んだ。翌月の未勝利戦では、内田博之に乗り換わったが、ここでも5着と期待を裏切るレースが続いた。その後は、成長を促すために、北海道で夏を過ごし、11月12日の未勝利戦で復帰。この休養で馬体が良化し、デビュー3戦目での初勝利を挙げた。その後、ヒーラー儀賞で2着となり、2歳シーズンを終える。 二歳児は四戦して一勝したのみであったが、主戦の松岡正し会は、ウィンブライトの高い素質をすでに見抜いており、G1 を勝てると公言していた。年明け初戦の若竹賞では四コーナーから長く足を使い、二勝目を挙げる。続く、スプリングステークスではコーナーで積極的にめくっていき、直線半ばで先頭に立つと、 後続の追撃を抑えて重賞発制覇を果たした。しかし、馬体重は前走比マイナス12キロと大幅に減らしており、安城の松岡もレース後に若竹賞の時の方が具合の良さを感じる部分もあったと語った。春のクラシックではいずれも8枠17番という不利な枠を引いたこともあり、さつ賞を8着、東京優秀十五着と結果が出なかった。秋は、 毎日王冠10着を叩いて、福島記念で、重賞2勝目を挙げた。中山金牌2着の後、中山記念に出走。GI 馬が3頭揃ったが、中山芝1800メートルはここまで2002勝の、得意条件であり、ペルシアンナイトに次ぐ2番人気に押される。レースでは、逃げ粘るマルターズアポジーを捉え、ゴール前で差し返してきたアエロリットも首差し袖けて、 重傷3勝目を挙げた。大阪杯では、急激にペースが上がった3コーナー地点からついて、いけなくなり、12着と大敗した。大阪杯後は、回復が遅れ、富士ステークスで復帰。叩き2戦目は、マイルチャンピオンシップに出走して9着となり、シーズンを終えた。前年と同様、中山金杯から始動。トップハンデの十八キロを背負ったが、 直線で外から差し切り価値を収め、前年僅差2着の雪辱を果たした。これで重賞は4勝目となり、得意の中山では重賞3勝目となった。主戦の松岡忠司会は、重賞はいっぱい勝ったのでもう一つ上のくらいのレースを勝ちたい、とコメントした。その後、松岡がレース翌日の1月6日に、 パドックで、起乗予定場に蹴られ右腕の尺骨を骨折するという、アクシデントに見舞われたが、自然治癒だと完治に3ヶ月程度かかるところを、中山記念の2週前から乗りたいから、とプレートを埋める手術を受けて1ヶ月で、現場復帰したため、松岡とのコンビ継続のまま前年と同じく、中山記念に出走。レースは4番手と後位につけ、最後の直線で、ラッキーライラックを、 首差で差し切り連覇を達成した。なおこの優勝により、本場の父ステイゴールドは、史上5頭目の3区 JRA 重賞通算100勝を達成した。レース後、陣営は自走を優先出走権を獲得した大阪杯ではなく、香港チャンピオンズデーに開催されるクイーンエリザベス2世カップを選択。3月27日に招待を受け、リスグラ集。 ディアドラと共に参戦することになった。レースは、最内の一番ゲートから発送。スタートで出遅れるも行為につけ、最後の直線で、前年の優勝馬である、パキスタンスターをかわし、追い込んできた、前年の香港バーズ優勝馬エグザル担当さん、4馬審査で、抑えて優勝。松岡にとっては、マイネルキッズで優勝した2009年の天皇賞。 春以来10年ぶりの GI 優勝となり、ステゴールド3区としては初の海外国際 GI 優勝馬となった。秋はオールカマーで指導。レース前、松岡は今年の春ももう少し良くなると思って階段を上がっている感じだった。今は完成まであと少しまで来たと思っている。目標はあと G1 を何個勝てるかと意気込んだ。しかし、当日は 同世代のダービー場で前年このレースを制した、レードロに次ぐ2番人気に押されながら、直線で、ズルズルと後退し、ブービーの急着と大敗を喫した。松岡は、距離が長いと、勝ち倉の上限である2000メートルよりハロン長い2200メートルの距離を範囲に上げたが、畑山氏は、見本のウッドコースが夏場閉鎖していたこともあり、負荷のかけ方も足りなかったかもと、 状態面に問題があったことを示唆した。秋二戦目は当初の予定通り天皇賞に出走。最終追い切りでは一杯に追われながらも一生クラスの相手に遅れ、畑山氏もいい頃にはもう一つ、この人を追いで変わってくれれば、春の状態にあれば、この相手でも引けは取らないと思いますが、と弱気なコメントに止まった。 レースでは先行馬を前に置く絶好くらいで追走したが直線半ばで遅れて発着に敗れた。松岡はまだ両家の余地を残しているので自走はさらにいい競馬ができると思いますと次戦以降の巻き返しを誓った。その後は春に続いて香港に遠征し香港カップへ出走。アーモンドアイの回避により同レースに唯一出走する日本馬となった。 秋の2戦は結果が出ていなかったが、松岡は確実に状態は上向いていると上積みを強調。レースでは楽な手応えで4コーナーを回ると、直線で外の地元馬ライズハイを競り落とすと、内から強襲したマジックワンドもわずかに退けて優勝。外国調競馬としては初、地元香港馬を含めても2005年、ベンジャンス・オブ・レーン。 2014年デザインズ・オン・ロームに、続いて3頭目の同1年でのクイーン・エリザベス2世カップと、香港カップの W 制覇となった。2020年初戦は3連覇がかかった、中山記念に3番人気で出走するも見せ場なく7着に、終わる。この後、休養を挟んで挑んだ、天皇賞では、中断追走も、直線で伸びをかき10着に沈んだ。引退レースは、 連覇がかかった、香港カップに出走、4番手追走から直線で、先頭に並びかけるもノームコアにかわされ2着に敗れた。引退後の2021年より、北海道2位カップ町のビッグレッドファームで、種ボバとなる。以下の内容は、netkeiba.com よび香港ジョッキークラブの情報に基づく。2021年にビッグレッドファームで、種ボバ入り。 初年度は種付け料120万円で80頭を超える品馬を集めた。ありがとうございます。